玉動物公園駅は東京都日野市保土久保にある京王電鉄玉都市モノレールの駅である。駅前に玉動物公園が立地する。東駅高畑不動駅間は京王動物園線と玉都市モノレール線の並走区間になっている。都道53 0号相模原立川線を挟んで両車線の構内が独立している。動物園線の終着駅であり。 玉動物公園正門の都道を挟んで反対側に位置する。京王西館区所属。駅番号は、小47。東端式ホーム一面二線を有する地上駅。二番線ホームは有効長4両編成分で転落防止策が設置されている。なお、新宿方面からの直通電車は、すべて一番線に到着していた。玉物レール線開業前は、当駅が、 中央大学、明城大学の最寄り駅であった。元来、当駅は、多客時対策として、両ホームとも乗降分離が可能な構造で、建設されており、両側に校舎ホームがあった。その後、改札口に通じる箇所が柵で締め切られ、使用停止となり、2010年4月までに、トイレと通路部分を除いて撤去された。これを利用して、 フリーマーケットなどのイベントが開催されていた。平日ピルマは閑散とした終着駅であり、校内が広く、京王電鉄が協力的なこともあり、府中競馬正門前駅とともに、テレビ番組や CM のロケーション撮影に使われることが多かった。2013年現在、その跡地には、多摩動物公園で見られる動物の写真などが掲示された看板が設置されている。 また、一番線に電車を停車させて、イベントを開催する時がある。トイレはかつて一番線側の校舎ホームに設置されて、いたが、新しい KO レール、ランドの建設に伴い、2013年7月31日から、旧、KO レールランド側に移設し、リニューアルした。また、外壁は、動物のイラストが施されている。ユニバーサルデザインの一環として、 誰でもトイレを併設する。駅舎に併設する形で、KO レール、ランドがあり、多摩動物公園に来園する子供を主な対象に、KO の鉄道グッズなどを販売していたが、2013年8月25日に、旧施設の営業を終了した。その後、施設を反対側に移転し、同年10月10日にリニューアルオープンした。当駅についても、駅舎、 トイレホームの大規模リニューアルを実施し、駅全体が動物園スタイルに改造するとともに、の副駅名を導入した。現在、KO レール、ランドの車両展示スペースがある場所は、同施設の建設以前は、駅前広場であった。ここには1969年から1996年までで、派2400系の2415が保存展示されていた。同社は、その後、 京王平山研修センター内の京王資料館に移設され、跡地は植え込みになっていたが、2013年4月に京王レール、ランドの拡張リニューアルに伴い、以前の保存場所に戻ることとなった。京王電鉄は2018年春、駅舎を挟んで京王レール、ランドの反対側に、子供向け遊戯施設、京王遊びの森ヒューグを開設している。かつて、京王電鉄で唯一、 トライビジョン式の発射表を使用していた。乗り場相対式ホームに面2線を有する高架駅である。駅は道路脇上にある。駅番号は TT05。かつてコンコース内に線形電車運転台部分のモックアップが設置されていたが、その後木製の四角い待合い室風の小屋になり、中には木製ベンチと多摩動物公園の建設経緯や歴史についての 展示がある。乗り場開業以降の1日平均乗降人員及び乗車人員推移は下表の通りである。ありがとうございます。